K1 ドイツ予選決勝を前にスーパーファイトが行われた。登場したのは地元の英雄ステファン・レコ。K1 ベスト8ファイターとして凱旋したレコは大歓声に後押しされマーク・デイビッドと対戦。久しぶりの地元での晴れ舞台とあってレコの気合は十分。しかしデイビッドも予想以上のテクニシャンで好勝負が期待された。相手の実力を見切ったレコが得意のパンチで徐々にプレッシャーをかけていく。しかしここでアクシデント。右のローキックにこだわったデビッドのすねがパックリと割れてしまう。結局ドクターストップとなり、この試合はノーコンテスト。ステファン・レコの地元凱旋試合は消化不良に終わった。